じゃあ気をつけてね。よっからが。ということでお見送りが終わったわけなんですけども、いやー羨ましいですね。僕も行きたいな海外。まあでもせっかく空港に来たのでちょっと飛行機を見ていきましょう。ちょっと曇ってるのであれなんですけど、おおでやっぱいいですね。で今この動画を撮影しているのが11月の終わりというか12月にもう入ろうとしているところなんですけど、そろそろですね僕来年の目標、まあ、今年の振り返りと来年の目標を立てるってことをやりたいと思います。でまあこれ3年ぐらいやってるんですけども、この目標設定をやったおかげで今年目標が3つ叶ってますね。はい、まあ、4つ中3つ叶ってるっていうことなんですけども、来年こそ目標を叶えたい達成したいっていう人もいると思いますので、その人に向けて僕がやっていて効果抜群だった目標設定の方法っていうのをちょっとシェアしていこうと思います。まあでもせっかく空港に来ましたし、今7時37分ということで、気持ちも今テンションも高いんで、もうちょっとここにいて作業したりやるべきことやって家に帰ってから、この目標計画っていうのをやりたいと思います。なんか言い方硬いですね。おお、ここに絵馬がずらーっと書かれていて、皆さんいろいろ願い書いてるんですけども、その中で面白いものがありました。こちらです。大きな一物をくださいということで授かると思います。はい、ということで帰ってきました。はい、じゃあ続きやっていきます。僕が実際にやってみてこれはいいとマジで効果を実感できたので、せっかくこうやって僕のことを見てくれている人に伝えたいと、シェアしたい、本当にいいものなのでシェアしたいですっていうことでこの動画を撮っています。はい、ということでその方法をシェアしていこうと思います。はい、じゃあまず一つ目にですね、欲望を書きます。欲望を書きます。でどんな目標ですかっていうと、そのいいとか悪いだったり、大きい小さい、あとかっこいいかっこ悪いとか、もうそういうのも全部抜きにして、正直に欲しいものだったり、行きたい場所だったり、会いたい人だったり、やってみたいことだったりっていうのを全部ひたすら書きまくります。でこの時にはブレインダンプって言って、頭の中にあるものを全部吐き出すようにノートにひたすら書き続けていきます。はい、もう例えば宇宙飛行したいだったり、ジャニーズジュニアの誰々くんと結婚したいとかですね、いろいろもうひたすら書いていきます。でステップ2にそれらの目標を、この4つの分野に分けるっていう作業をします。はい、ステップ2では4つの分野に分けるっていうことをします。じゃあその4つの分野って何かっていうと、1つ目が健康面、2つ目が人間関係面、で3つ目が仕事スキル面、で4つ目がお金経済面っていう感じですね。でこの4つにそのさっき書いた目標欲望っていうのを割り振っていきます。でなんでこれ4つなんですかっていうと、まあ、僕もこれ教えてもらったことなんですけど、人間っていうのはその4つの分野をバランスよく大きく育てていくことで、最終的にはめちゃくちゃ豊かな人生が送れるんですよっていうことらしいんです。なので僕たちはこの4つの分野を育てていくために行動をしていく必要があるっていうことらしいんです。ちょっと何言ってるかよく分かんなくたらすいませんけども、そういうことらしいんですね。この4つの分野に当てはまらない欲望っていうのが出てくると思うんです。でその欲望に関してはどんどんもう手放していくと、まあ、今回その目標を達成することに関係ないので、それはもうどんどん手放していくっていう作業をします。で次のステップで、そのそれぞれの分野に割り振った欲望の中でナンバーワンの欲望、ナンバーワンの夢、ナンバーワンの目標っていうのを決めます。はい、例えば僕の場合だったら2020年の例えば健康面ナンバーワンの欲望目標は体脂肪率 10% です。で人間関係面では今同棲している彼女と結婚するっていうことです。で3つ目に、今やっているのんびりミリオネアっていうコミュニティの第2期を始めるっていうこと。で4つ目に、
4つ目がちょっとまだ曖昧ですね曖昧ですね、まあ、うん、ちょっと海外を旅しながら収入を得るみたいな、ちょっとざっくりするんで、もうちょっとここは数字で固めないといけないんですけども、で、じゃあ2020年1月1日からはその4つの目標、4つの分野の目標を達成する、実現することのためだけに全エネルギーを集中するっていうことですね。なので1日のうちこの4つのことしかやらなくていいっていうことなんです。そう、健康面のことだったり、人間関係面、仕事面、お金面のこと、この4つを実現するために日々時間を割いていくっていう。体脂肪率 24% の人がじゃあ体脂肪率 2% になりますって言ったら、ちょっと相当努力しないといけないかなっていう気もするんですけども、でも1年あれば人ってかなり変われると思います。この1年のうち4つしか叶えちゃいけないんですよ、4つだけ叶えればいいんですよっていう、このフォーカスのしやすさ、夢をギュッと絞るっていう、このフォーカスのしやすさが僕はすごくいいなと思ってるんです。この4つの目標のことを毎日毎日ひたすら考えて、毎日毎日行動していくわけなので、目標達成率だったり夢の実現率につながってくるかなというふうに思ってます。なので僕ちょっと説明が下手で分かりづらかったと思うんですけども、これものすごい効果があるので、本当にこう興味がある人はやってみてほしいなというふうに思います。そう、ちょっと無理かなって思う欲望であっても、やっぱ1年間かけてずっとフォーカスしていくわけなので、まあ、叶うんだなっていうのがこの 2,3 年で本当に体験してます。そう、だって彼女を作るっていう目標を立てて、だって自分の力じゃどうにもならないじゃないですか。その彼女、相手の気持ちもあるわけだし、そうなので大丈夫かなっていうふうに思ったんですけども、本当にその彼女を作るっていう目標を立てた年は、毎日毎日その彼女を作ることの行動、彼女を作るための行動を毎日毎日やってたので、本当に彼女ができましたし、今回、2019年同棲をするっていうふうに決めて、毎日毎日その同棲のための何か、今日はできないか、今日できることは何かっていうことを一つ一つやっていったら、本当に今こういうふうに同棲もできていますので、そうなので、この目標を1年間のうち4つに絞ると。でしかもその4つっていうのは、人生を豊かにするための4つの分野に絞って、日々それを達成するためだけにもうコツ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 やっていくっていう、そうこの方法は僕はすごくいいなと思ってますし、これからもやっていきます。なので今回のお話がちょっとでも面白かったですと、ちょっとでもこうやってみようかなと思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。2020年の目標は2020年の目標っていうのがあるんですけど、でも最終的にはやっぱり今こうやって見てくれている視聴者の方たちの中からですね、こう世界中でオフ会をする人たちが出てくれたら本当に嬉しいなっていう感じですね。今月はハワイ、来月は中国、来月はなんかグリーンランドみたいなところでオフ会しながら、そのなんか綺麗な風景だったりスッキリ空間を撮影しながらっていうことをやれたら、もう僕は死にたいなっていうか最高だなっていうふうに思いますんで、そう、そのために向けて来年も一つ一つ目標をクリアしていこうと思います。はい、ということで、まあ、ちょっと意識高い系の動画になっちゃったらちょっとあれなんですけども、今回はちょっと僕が本当にやっててよかったと思う目標設定をシェアさせてもらいました。いかがだったでしょうか。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。ちなみにこの動画を見てる人はどんな目標を2019年に立てていて、なんかこれ叶いましたとか、こういう目標、こういう夢叶いましたっていうのあったらですね、コメント欄に教えてくれたら嬉しいです。